こんにちは。人からわかる3分ビズ。今日は弁証案について勉強していきましょう。弁証案、1898年生まれ。アメリカの画家であり、社会派リアリズムの巨匠として知られます。シャーンは当時ロシア帝国領であったリトアニアで、ユダヤ人の貧しい木彫職人の息子として生まれました。7歳の折、家族と共にアメリカに移住。シャーンはニューヨークの石版画の工房で働きながら、大学で生物学と芸術を学びます。26歳となる1924年には、ヨーロッパを旅行し、マティス、デュキー、ルオーなどの作品を研究しました。しかし、ヨーロッパのモダンアートの潮流に不満を抱いたシャーンは、リアリズムへと傾倒していきます。その頃の代表作が、バルトロメオ・バンゼッティとニコラ・サッコです。移民に対する偏見によって生まれた、冤罪事件の容疑者たちを、23枚のシリーズで描き、大きな共感を集めました。シャーンは労働運動に参加しながら、その中で1933年にはディエゴ・リベラによる壁画のアシスタントを務めるなど、活動の幅を広げていきます。第二次世界大戦中には、シャーンはアメリカのプロパガンダ機関である OWI に勤務しつつ、戦争をテーマとした作品を制作していきます。これがナチスの残虐だは、その頃に制作した戦意高揚ポスターであり、シャーンの代表作の一つとして知られます。解放は、1945年にパリがドイツ軍から解放されたことに着想された作品です。一見子供たちが元気に遊ぶ様子を描きながらも、表情には正気がなく、不気味な作品となっています。シャーンはその後も労働者や事件をテーマとした作品の制作を続けます。晩年の代表作として知られるのが、ラッキードラゴンシリーズです。1954年に起きた第五福竜丸事件を主題とし、原子爆弾の恐怖を伝えています。シャーンは1969年に70歳で亡くなります。それまでに絵画、グラフィックデザインなど数多くのメディアをまたぎながら、社会派リアリズムの巨匠として大きな影響を残したのでした。以上。